3月26日、愛知県刈谷市産業振興センターアイオイホールで薬師寺ボクシングジム主催のスプレンティッドボクシングが開催されました。前回の放送では櫛田亮と宮崎優也の試合をお届けしました。今回はこの日のメインイベント、ウェルター級8回戦、薬師寺ボクシングジム所属の野島博也対角指ボクシングジム所属星博との一戦をお届けします。野島はミドル級から本来の階級ウェルター級に戻しての大事な初戦、幸先のいいスタートを切ることができるか。第1ラウンド、まずはお互い慎重な立ち上がりで相手の出方を伺います。ラウンド中盤以降、野島はジャブを多用し相手を翻弄します。手出せて、やってあげてるよ。青コーナー、星博人、角指宝石事務所属、1998年2月生まれ、埼玉県富士宮市出身。続く第2ラウンド、第1ラウンドとは打って変わって積極的に攻めていきます。相手のジャブをもらう場面もありますが、ひるむことなく攻めていきます。ロープ際で猛攻を見せますが、ダウンとはいかず、試合は第3ラウンドへ。はいはい、そう、ジャブから、ジャブから、そこから、はい、そこからやってみ。このラウンドでも積極的に行きますが、ガードの手が下がることもあり、被弾が多くなりました。はい、引っ掛けて右、はい、ラスト一本、はい、だけだ。第4ラウンド、序盤から強烈な右アッパーを決めるなど、野島優勢で進みます。そこから組み立てるね。はい、入らそう。打て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 、頑張れ頑張れ。はい、返し、左返せ。折り返しの第5ラウンド、序盤フェイントから右ストレートをもらってしまい、すかさずクリンチで体勢を整えます。ナイスジャンパー、それだ。第6、7ラウンド、星選手に疲れが見え始め、その隙を逃さずジャブでダメージを稼ぎます。しかし、決定的な一打は出ないまま、試合は最終8ラウンドへ。
相手のジャブやフックをうまくかわしながら反撃を狙います。ジャブジャブ止めるな。今回から声出し応援が解禁となり、多くの声援が野島の背中を押します。星選手のガードが下がったのを見逃さず、すかさず右ストレート。会場からも大きな声が上がります。しかしダウンを奪うことができないまま終了のゴング。勝敗は判定へ。採点の結果をお知らせいたします。ジャッジ村瀬77対75、野島。ジャッジ中村77対75、星。ジャッジ染谷76対76、よって勝利点に満たず、この試合はドロー引き分けです。判定の結果、残念ながらドロー。ベルター級復帰戦、白星スタートとはいきませんでした。はい、というわけでね、試合が終わりました。引き分け何をやってんの、はい、反省するとこばっかだな、はい、お前敵地に来てお前判定で、お前一人向こうの勝ちはダメでしょう。ねえ、本当に安全運転しすぎなところがあるんですよね。なあ、そのなあ、やっぱり自分の中で計算してやっとるかしらけど、それはダメ。やっぱりあれぐらいの選手を倒さなきゃね。お前の方が全然ランキングも上だしね。次につながる試合にならない。それではな。とも、はい、自分が何がダメだったと思う。そうですね、あ、もうちょっと視野を広く持って、もっと相手をもっと早く見抜いて、そこを見抜いて、そこをしっかり、まあ、ボクシングテクニックをもっともっとラウンドごとに進化させていかなければいけなかったんですけど、全然ギアチェンジもできなかったですし、まあ、もっともっとボクシングを勉強しないといけないなっていうのを今日の試合で思いました。ね、やっぱり、そこからね、またミドル級でパシフィックのチャンピオンになって、でウェルター級に戻して、ね、こう再スタートだったんだな。でもあれではやっぱりな、次につながらんし、まあ、ここから世界っていう、世界ランカーの世界っていうのはなかなか難しいかもしれんけど、まずは次に OPBF のチャンピオンか、な、日本チャンピオンを目指してやっていきたいな、はい。まあ、たくさん反省することもあったけど、まあな、まあ、やっぱりプラス思考で前向いていかんとだからな、はい、まあ、次につなげていこう、はい、ね、また次回ね、野島ひろや、試合がありますんで、年内、ね、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。